全最強戦2019アース製薬杯男子プレミアトーナメント手薬の魔力ビータク東海一のオシマージュ森下雅人。2018年の最強戦、森下は自分を見失っていた。自分の中では一番不甲斐なかった、戦いとなりました。トーン一曲破線で補充をしたんですけど、それでちょっと焦ったというか、残り1巡で角番がないリーチをしたんですけど、普段は多分しないんで、勝ちたかったというのももちろんありますし、決勝戦行きたかったというのももちろんありますし、迷いながら麻雀したなというのを。血液型によって麻雀の打ち方が違う気がすると森下は言う。僕の勝手なイメージですよ、 AB 型の人って勝負弱い人が多いと僕は思ってます。なんか極端な気はします。小林豪さんと鈴木達也さんとか、 A 型で強い人は本当に強いです。 A 型で負ける人は麻雀はそんなにしないです。 O 型は好きなことをしたいっていうイメージですね、麻雀でも。だから勝ち負けはどうでもいいっていうイメージです。貪欲、欲がある、自分の好きなことで結果を残したいです。そんな森下のことを対戦相手はどう見ているのか。正直あまり対局もそんなに実は見たこともなくて未知ですね。まあ僕は森下さんのことそんなによく知らないんで、まあ勝つだけですね。しっかりした麻雀を打つかなって方印象があって。北海のスピードスター岩崎誠。2018年、岩崎は300名を超えるプロの頂点に立った。なんか勝ち抜いたっていう感覚はその時は、その当日はなかったんですけど、後からじわりじわりと、はい、を勝ち抜いたんだっていうのが。オーラスは、まあ、自分の思った通り役をつけて、あの両名で上がりたいなっていうのがあったんで、その通りの構想通りできました。あの時はペンチャン外しましたけど、素直にパーピン外してペンサーマンでリーチ打つ時もありますし、やっぱりその時の馬強だったりだとか大切にしながら。そして出場したファイナルの悔しさは今も岩崎の心に刺さっていた。ファイナル予選は悔しいです。親番で瀬戸熊さんからリーチ来た時に、自分はドラサン張ってたんですよね、無筋のパースをちょっと押そうかどうか、テンパ維持にしようか迷ったんですけど、まあ、そこでちょっと降りちゃったことですね。自分の読みを信じて、行けばよかったなと、親の連チャンにかけたかったなと。自分らしく打つんだったら後悔しないで、ハイはやっぱり押しで親で勝負だったなって。そんな岩崎のことを対戦相手はどう見ているのか。多分当たったことは北海道の方ですね、ないんでちょっと分かんないですね。めちゃくちゃイケメンじゃないですか。めちゃくちゃクレバーで、めちゃくちゃ肝を据わってるっていうか、腹くくれてますよね。なんで一発勝負でああいうタイプが一番嫌かもしれないですね。最高戦ですし、全日本プロ勝ってますし、なんで絶対に負けるわけにはいかないです。全く情報がないし、なんか一緒に打ったこともないですね。ただ同じ団体です、北海道の人だなっていうことぐらいしか印象がなかったんで。日本一切れやすいプロ雀士浅井雄介。2018年の最強戦に出場した浅井はある意味で伝説となった。あの負け方ってそんなにできないと思うんで、一回打たなくてもいいリーチはあったかも。カンチャンドラマチみたいなのは、もったレサ26みたいなリーチ打ったんですけど、それは打たなくてもよかったかなぐらいですかね。まあ、内容に関してはしょうがなかった部分は多い、あのもしかしたら別の手段はもしもあったかもしれないんですけど、その後悔ではあんまりないですね。日本一切れやすいプロ雀士浅井雄介、結構このキャッチフレーズのおかげで覚えてもらったのは強いんで、全然そのこんなキャッチフレーズなのに全然切れてないじゃんって言われることが結構増えましたね。今はすごいこのキャッチフレーズに感謝していて、まあ、なんでここで来るんだよぐらいは思いますけど、この展開に、この自分の人生でもうそうそうない大事な一ハンちゃんにわざわざ照準合わせてなんで来るんだとはちょっと思うんですけど、でもそういうゲームじゃないですか。だからそこに対して切れたりはしないですね。
そんな浅井のことを対戦相手はどう見ているのか。麻雀の対局はないんで喋ったことありますけど分かんなくて。かなり思考の深い丁寧な麻雀だと思います。まあ一打一打考えてすごい打ってんだなっていうのを。施設リーグも一緒にやってたこともあったりするんで結構手の内は知ってるんですけど、最近結構成長してきてるなっていう、押し返した局にきっちり上がってくるなっていうイメージで、まだまだ負けないぞっていう気持ちは全然ありますけど。真っ向侍平賀俊彦、2018年の最強戦で平賀は決勝戦まで進んだが、今もわだかまりを残している。1試合目は2位で通過できたんです。決勝っていうかそこでいい場面がなくて、まあ、コーラスに結構苦しい形になっちゃったんで、最強戦でなかなか自分のいいところが出し切れないなっていう。あんまりそのプレッシャーに弱いと自分では思ってないんで、白黒はっきりさせるスライムなんで、今のスタイルで通用するかしないかっていうのをもっと突き詰めていった方がいいのかなって思ってます。平賀は独特な感性で己の麻雀スタイルを築いてきた。打ってる時に感じる感覚みたいのが大事って思ってる部分もあるし、自分の方が結構主導権を握っていく展開が得意の展開だし、対応させる方がやっぱ自分の麻雀のスタイルなんで、ここまで研究に重きは置いてないです。そうするとやっぱそのデータ重視みたいな感じになってしまって、その感覚が鈍ってしまう部分があるんじゃないかなと自分では思ってて、まあ、今ぐらいの適度のバランスが自分には向いてるのかなっていうふうに意識しすぎないっていうことですかね。そんな平賀のことを対戦相手はどう見ているのか。やりにくいなっていうイメージは結構ありました。独特の間とあとは粘り、去年のリベンジっていう。まっすぐな打ち手だなっていうのが思いますね。気持ちが打敗に表れてるというか、僕はすごい好きですね。めちゃくちゃ変わってるんですよね、あの人。お世話になってるんですよ。価値観とかの結構本当人と違って、気持ちいい上がりした時局を絶対降りないとか、そういうマイルールみたいなの結構あるんですよ。でもそれがあの人の破壊力を生んでる部分って結構あるんですよね。4人の王者たちは互いに何を思い、いかに戦いを進めるのか。トン1局トン2局、自分がどういう風に対局に入れるか、入りを大事に。この麻雀が分かんない分、逆にこっちの方が打ちやすいのかなって。僕が一番多分正統派だと思うんで、見た目が丁寧な麻雀っていうよりは結構なんか激しい麻雀を打つことが多いんで、天に最初から2着を狙おうとはせず、一筋縄ではいかないなっていうのは自分には向いてるからって部分もある。結果を残せるように、戦おうと。普段通りいつも通り自分の麻雀打てたら勝機は見えてくんじゃないかなとは思ってます。自分の人生でもうそうそうない大事な一ちゃんちゃんに堂々と、まあそのまま打つっていうか、ワクワクする気持ちですね。めっちゃ来てきます。